はい、ホンダマグナ50のご紹介になります。はい、マグナこちらはですね、あのホワイトベースのでやってるバイク買取ですね、ウホいい男買取りますというですね、買取があるんですけども、それで買ってきたいい男です。はい、決まった。もうこれで動画終わっていいかな。はい、まあ、そんなことないんですけども、うちのですね、視聴者さんから買い取らせていただいた1台なんですけども、このバイクはですね、なんと、まあ、買い取らせていただいたのはここの、うちのお店のある近くなんですけども、もともとですね、山梨県で、山梨県の方が乗ってたバイクなんですね。でこちら東京に出てくる際に、学生の方です、出てくる際にですね、山梨からマグナに乗って、それはそれはすごい大冒険をしながらですね、甲州街道を越えてきた1台です。はい、でそれからですね、まあ、しばらくこちらで、東京の方でですね、乗ってたらしいんですけれども、乗り換えにしたなってですね、乗り換えに、当たってですね、50の方はちょっと手放そうということになりましたので、私の方で、買い取りをさせていただいた1台でございます。はい、で、すいません、マグナの、動画はうちでたくさん上がってますので、意外とですね、ホワイトベースといえばマグナ50かなというふうにおっしゃってくださる方も多いんですけども、まだ全然、エンジン的には走るコンディションです。はい、で、ホワイトベースでもですね、手を入れてある分というのが、いくつかあります。はい、でなんですけども、外見的な部分ですね、外側からの見た目が割とへこみでしたりですね、傷、割れ、錆ですね、そうしたものはある程度目立つような感じになっております。はい、ただなんていうんですかね、その分というか、値段の方は抑えさせていただいておりますので、まあ、外装そこまで気にしないよという方にとってはですね、なかなかいいおもちゃになってくれるんじゃないかなというふうに思います。マグナというのはですね、皆さんおっしゃるんですけども、やっぱりこうオートバイっていうのはガチャガチャがついてないとオートバイじゃないですよね。まあ、そんなことないですけども、ガチャガチャがこうついてる。はい、でそれでこうなんか走ることによってですね、あ、中型もこんな感じなのかなっていう想像をかきたててくれるんです。だからマグナっていうのはですね、やっぱりこう人を育てる一台なんじゃないのかなというふうに、私は思います。はい、で、ごめんなさい、今ですね、うちの方でバッテリーの在庫がなくて、まだバッテリー変えてないんですね。だからちょっとセルが回らないです。はい、なので申し訳ないんですけど、押し掛け、いつものパターンですけども、押し掛けをさせてほしいんですね。よし、三速に入れたら、押す。よし、熱くてあんまり運動したくない。はい、はい、押させて、押し掛けをさせて、いただきました。はい、よいしょ。はい、こんな感じで、まあ、押し掛けの状態のものを一発指導っていうのもどうかと思うんですけども、割とすんなりとエンジンはかかります。まあ、思うんですけどね、ここにこうなんかキックがつくっぽい穴がある、穴っていうかその場所があるんですけども、穴は塞がってます。で僕昔ですね、マグナいじるのが好きで、キック付きのエンジンを買ってきてですね、マグナに積んでみたことがあるんですよ。そうすると見事にキックがこの辺のマフラーに当たってですね、ガチガチ言った。でもなんとかかけることができた。で棒アップしまくってヌオワ CC まで行ってですね、まあヌオワキロメーター出ましたね。はい、あれはすごかった。あまりに排気量でかくしすぎてですね、ノーマルマフラーのここから火吹きながら走ってましたからね。もうあれはすごいな、若気の至りだ。はい、まあそんな感じで、マグナですね、このように、まあ、押し掛けであれしましたけど、エンジンはこのようにちゃんとかかります。まあら、まあ、うん、やっぱダメだな、バッテリーは、バッテリーは死んでますね。はい、なんだっけな、まあ
ホワイトベースのですね、納車に関してなんですけども、金額はここから行ってらっしゃいの金額ですね。で、まあ、全国配送してますが、こちらの車両ですね、私今申し上げたようにですね、まあ、ここもへこみがありますし、あとはフロントタイヤももうそろそろ交換時期です。はい。で、そうしたですね、消耗品の部分ですね、変えるところも、まあ、僕が思うにタイヤ、フロントタイヤぐらいかな、お客さんにやってほしいのはそこですね。まあ、うちの方で F タイヤ新品にしてから出してもいいんですけど、その分金額が乗っちゃうんで、それはちょっとやめようかなと、今回の場合はそういうふうに思います。で、リアタイヤはですね、つい最近交換されています。前のオーナーさんが交換されてます。これはまだまだ先まで走れるでしょう。はい。なんですけども、そうですね、フロントタイヤぐらいかな、変えたいところといえば。他はですね、バッテリーもうちで新品にしますし、もちろん今ちょっと在庫がないだけで今押しがけしましたけども、油種類関係オイルもうちで新しく交換しますし、プラグも変えますし、あとですね、チェーン、スプロケット、これもうちで、新品交換。それからウインカーですね、これ実はもう変えてあります。はい。これも、新品で交換をいたしております。はい。あとは保安装備、制動関係、ブレーキですね、関係ですね、こちらもうちの方で、手を入れてからお渡しをします。はい。なので本当あとはですね、フォークブーツですね、ちょっとここ錆めくれが来てるんで、ここも交換します。はい。だから本当フロントタイヤ以外の部分については全部やっちゃおうと思っておりますので、はい。で、じゃあフロントタイヤ変えたらいくらなのという場合はですね、うちの方で見積もりしますので、ご連絡をください。はい。まあ、マグナなんですけど、フロントタイヤ、まあ、原付の中では高い方ですけども、そんなにしません。そんなにびっくりするほどはしないです。はい。なのでそれも含めてですね、もし、ご要望がありましたらお話をください。はい。まあ、自分で言うのもなんですけども、割とリーズナブルに上がってるんじゃないのかなというふうに思います。はい。いかがでしょう、この夏の、もうこの夏のって言っちゃあれですけども、おもちゃとしてですね、マグナ50なんか、皆さんいかがですか、欲しい方いらっしゃると思うんですけども、はい。どうぞよろしくお願いいたします。